卒論の内容ということで、まあ、PSCAD の毎週行列最適化手法の比較調査ということで、吉沢がアピールさせていただきます。まあ、背景として、まあ、近年、まあ、深層学習を使ったモデルっていうのが、まあ、どこの分野でも盛んに使われていて、まあ、確認変数を用いた階層モデルっていうのが、効率的な近似推論っていうものを、を実現させています。しかしタスクの難しさや データ量とかによっては科学種っていうものを引き起こす問題があります。一方で確率的グラフィカルモデルによるベース推論というものがありますけあります。それは推理的なモデルによる、まあ、厳密推論とかが可能になっていますけれども、変数の数やデータ量に対して計算量が膨大になってしまうという問題があります。そこで、近年ベース深層学習といわれる効率的で、まあ、高精度な、推論を行うものが提案されており、まあ、ベース推論による確実的な不確実性を考慮ということにして、科学習を抑えることができます。しかし、まあ、どのベース推論を使うかというのが問題になってきます。今回使用したベース推論は、確実的ランチバンド力学法 SCLD と呼ばれるものを用いています。これはベース推論の中でも比較的実装がシンプルでよく使われるものになっており、まあ、ミニバチ学習といったデータを小分けにして、まあ、学習することができます。で、まあ、このベース推論の特徴としましては、学習率に応じたガウスノイズを加えることによってパラメータ空間をより探索して、まあ、大規模なモデルやタスクを効率的でに、に学習することができます。ただし、まあ、SCAD、そのまま使うと、まあ、問題点があって、それは全てのパラメータに同じ学習率をかけていて、パラメータのスケールが異なると、これは、学習の速度や、精度に、問題を起こします。そこで、まあ、各パラメータの直立をに応じて、まあ、調整したいということで SCRAD というものが提案されました。これはフィッシャーの情報量の逆行列を、かけることを考慮するものになっているんですけども、この逆行列を求めるというのは困難です。そこで PSCLD と呼ばれる、逆行列を近似推定した毎週行列を用いるものが提案されています。先行研究では、この逆行列の推定方法とアドメスプロップというものが、まあ、同様の挙動をすることが、まあ、実験的に示されています。なので、まあ、毎週行列として、アドメスプロップを用いているんですけども、他の最適化手法 と、先行研究で比較されていないので、本当にアドメスプロップがベストな手法かどうかということは分かっていません。また従来の自然言語処理の PSCLD の適用としては、あらゆるタスクやデータセットにおいて全部アドメスプロップを、適用しています。で、まあ、本来ならば、まあ、精度や速度というものに考慮した最適化手法にすることが、求められます。そこで本研究の目的としましては、自然言語処理タスクにおける PSCAD の毎週行列の、まあ、近似推定の一時最適化手法を比較調査しました。また各手法との、タスク依存性、データサイズ依存性、データセット依存性などについても考察してみました。今回、使用する最適化手法は一時最適化手法と呼ばれる、勾配すなわち1回微分を用いたものを用いるため、計算量が少なく大規模なモデルでも最適化可能です。また近年では、その他の手法が提案されていますけれども、未だ、計算量の問題が、近年少しずつ改善されてきているんですけども、まだまだ問題となっていることがあります。そこで本研究では、一時最適化手法の枠組みで比較調査を行いました。今回使用した一時最適化手法は SGD 各パラメータに同じ学習率をかけるもので、アドメスプロップ勾配に応じて毎週行列の様子を決定するもの、アダデータアドメスプロップの次元量の不整合というものを解決したもの、まあ、すごいざっくりしますけど、アダムというのが過去の勾配の平均というものを考慮したもの、アドメスプロップグレーブスというのがアドメスプロップを改良したもので、まあ、要素の値が少し大きくなるもの、アドメスプロップグレーブスに今回モメンタム項を加えたものも考えて、前のモメの更新量というものも、加えるというものを比較してみました。
今回の実験で用いるタスクは3つあって、言語モデルタスク、イメージキャプション生成タスク、文の分類タスクです。モデルとしては、LSTM をベースとしたモデルを用いています。データセットも標準的なものを用いていて、イメージキャプション生成タスクでは、データサイズの異なるものを比較してみたり、文の分類タスクでも、異なるデータセットの、依存性というものを検証しました。またデータサイズが小さいものがあるので十分割交差検証を行って、収束の、学習の収束の安定性みたいなものもちょっと評価してみました。評価方法です。パープルキシーと呼ばれる予測性能を用いて、確率の、まあ、パープルキシーは、まあ、確率 の弱数の機械平均ということで小さいほど予測が良いものになっています。で、分類モデルに分類タスクに対しては分類誤差率というもので評価しました。また実行時間やエポック数を用いて、速さや、学習の収束の安定性みたいなものを評価しました。結果です。言語モデルタスクの結果です。既存のアドメスプロップってものは最も精度が悪くなっていて、で、悪くなりました。また、モメンタムを超えたものが非常に速くなっており、まあ、言語モデルタスクは非常に難しいタスクなので、まあ、そういったものはパラメータ空間が大きくなるのではないかと思い思われ、まあ、モメンタムを考慮することによってより効率的に探索していけるのではないのかという考察をしていました。イメージキャプション生成タスクです。これはそのデータサイズの異なるものを比較してみたんですけれども、データサイズによっては手法の優劣が変わらない。また従来の SGLD に当たる SGD や PSGLD に当たる RMS プロップよりも ADAM を用いた方が、パブリッシーというものが良くなりました。分類タスクです。分類タスクにおいてはどのデータセットでもアドメスフロップってものが、分類誤差率が、非常に小さく なりました。しかし、エポックの、標準偏差を見ますと、どの値もそう小さくなっているものが異なっており、安定して収束する手法というものはデータセットによって異なるということが分かりました。まとめです。本研究では PSGAD の毎週行列の設定化手法の比較詳細を行いました。従来の RMS プロップは言語モデルタスクでは予測性能や速度、イメージキャプション生成タスクでも予測性能が劣っていました。またデータサイズによる依存性というものはなかったんですけれども、データセットによって手法ごと その収束の安定性というものは異なるということを示しました。以上で発表を終わりにしたいと思います。